こんにちは、アトリエネトラポートです。こちらのチャンネルは130以上のアイテムの詳しい作り方動画を分かりやすく解説している動画となります。メンバーシップ A クラスに加入していただくと、こちらの動画を全て見放題となります。月々990円。ぜひ一緒にレザークラフトを始めてみましょう。今回はこちらのチャンネルで使う型紙の作り方になります。ネトラポートチャンネルではタイトル下のところに PDF の型紙が貼り付いています。プリントアウトしていただくとこんな感じで、ものによってなんですが何枚かね型紙が出てくると思います。1枚でね完結しているものもあります。見てもらうと、ここに印刷時のサイズの確認にお使いくださいというものがありますので、ここがきちんと5センチになっているか確認をしてください。なっていない場合は拡大縮小をして、ここが5センチになるように調整をかけてください。パソコンやプリンターの設定でこちらは、印刷された時に異なるサイズで出てくることが結構あるみたいです。サイズの確認だけしっかりしてください。サイズが合っていましたらね、こちら A4 プリントになりますので、ね、A4 サイズにしかちょっとプリントができませんが、こちらがもう実物大の型紙になっています。ただこちらはバッグの型紙になるので、実物大バッグだとね A4 サイズには収まりませんので、何枚かにプリントされることになります。大きな型紙、例えばこのサイズのね型紙があったら、 A4 に入るように少し小さめに切って後でつなぐ方式になっています。そこでつなぐところの線がこのように赤い線となっています。途中、形の途中でブツッと切られているところは赤い線が入っているので、ここで後でつないでいきます。そうでない真ん中にね、真ん中の印として赤い線が入っていることもあるので、ちょっとよくそこは見分けてください。用意するものはセロテープ、カッターナイフ、ハサミ、それからのり、スプレーのりですが、スティックのりでも大丈夫です。そして定規です。あとは工作用紙のような厚紙を用意します。さあ、そうしましたらこちらを厚紙に貼っていきます。このままだとね、すぐ破けてしまったり、写してる時に曲がってしまいます。このチャンネルでは工作用紙に貼り付けておりますが、お菓子の入っていた厚紙なんかでも大丈夫ですね。折れ曲がってないところを使ってください。段ボールだと少し厚いので、ちょっと切りづらくなってきます。それでは、こちらを糊で貼り付けていきます。こんな便利なスプレーのり、貼って剥がせるスプレーのりというのもありますが、普通のスティックのりで大丈夫です。水のりだとね、乾くのにちょっと時間がかかったり、紙がよれてしまうこともあるので、スティックのりの方がおすすめです。このように裏面全体にのりが貼れたら、このメモリ、下の工作用紙のメモリは関係ないので、端に寄せて有効活用して貼ってください。これも使うのはね、実はこんな大きく書いてありますが、こっからここまでのこの部分しか使えません。こういう時は周りをこんなね、形だけ覚えておいてくださいね。こんなようにつなぎますということで、周りの形が書いてあるんですが、使うのはここだけになりますので、紙を有効活用するためにもこんな感じで切ってから貼って大丈夫です。で、反対側がね、こちらになります。それではこれをね、カッターで切っていきます。これはね、後で貼り付けようと思います。ハサミでも大丈夫です。で、カッターナイフ得意な方はカッターを使うと、直線はとても早くカットすることができます。こちらの定規ね、こちらは普通の定規と同じ斜めになっているんですが、こちらはね、刃が直角に当てられるように高さがあるものになっています。こういったものをね、使用するととてもカットしやすくなります。切る際なんですが、どことどこをね、つなぎ合わせるのかわからなくなってしまったりするので、この線を少し残して切ってやってください。作品を作るにあたって、型紙をね、正確に作っていないと、綺麗な形ができませんので、一番最初に気合を入れるところになります。一度作っておけば、2個目3個目作るときに同じものを活用できますので、
型紙作り、きれいに作るようにしてください。それではこのように型紙今回ね3枚用意しました。カットすることができました。赤い線が少し残っています。この赤い線が少し残っているのがわかるでしょうか。これでねつなぎ合わせる場所が確認できると思います。それでは貼り付けていきます。今回ね番号が貼ってあります。 1,2,3 なのでこのような形で貼り合わせていきます。もうぴったりのところでカットしたので重ね合わさず、型紙と型紙をぴったりと合わせてこれをくっつけていきます。セロテープで貼り付けますが一度にはね止められないと思いますので仮止めをしてからしっかりセロテープで止めてください。このような形で型紙を作ることができました。今回はねこちらに取っ手の型紙もあったんですが、そのような場合こちら側にもこちら側にも同じ型紙を使うと思いますので型紙は1枚だけプリントアウトされますので同じもので2枚カバーを取ってください。で今回は直線ばかりだったんですがこのようなカーブの際このようなカーブの際はもちろんハサミの方が切りやすいと思います。外側のカーブはハサミを使ってください。そしてこのような内側のカーブこのような内側のカーブはハトメ抜きでこの角を抜いてからそこからカッターナイフをこう左右に入れていくと切りやすくなります。そして少しね型紙切るときにガタガタしてしまったよという方は紙やすりでカーブしたところを削っておくと綺麗な型紙が仕上がります。型紙を綺麗に作成して美しい作品を作っていってください。いかがでしたでしょうか。基礎編でいろいろ学んで作品を作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。